ベルナー・シミット・ベルケは、ドイツの指揮者、作曲家。本名は、ベルナー・アルベルト・アントン・パウル・シュミット。バーネ・ミューンデの生まれ。1920年から1924年まで、シュテルン音楽院に在籍し、ルドルフ・マリア・ブレート・ハウプトにピアノ、グスタフ・ブンケに作曲、アレクサンダー・フォン・フィー・リッツに指揮法を学んだ。卒業後は、ベルリンのマインハルト・ベルナウアー・ビューネンの指揮者となり、 1926年には、ニュルンベルクに移って、フェーブスパラストで指揮を取るようになった。1928年から1930年まで、ベルリンのエメルカ劇場の指揮者となり、1934年から1944年、ベルリンのメトルポール劇場とアドミラルパラスト及び、ドレスデン中央劇場の指揮者を務めた。 1944年にはベルリン帝国放送の指揮者となり、1945年にハンブルク放送の軽音楽担当の指揮者になった。1947年からはミュンヘン放送に席を置き、1952年にミュンヘン放送管元楽団が設立されると初代主席指揮者となり、1967年までその任に当たった。 1968年に演奏活動から引退しているミュンヘンにて没ありがとうございます。